こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、久保哲郎詐欺師という、ね、テーマでお届けしたいんですけども、暗号通貨についてさまざまなクレームをいただきましてですね、今回はそのうちの1件です。前提条件としましては、最初にメールを読んでいただきましょうかね。メールをちょっと一部不正字ですけどもご覧ください。このように書いてます。久保さん、ご無沙汰しております。何々の何々です。これはね、何々県の都道府県が書いてます。都道府県の何々ですということでお名前書いてまして、久保さんの動画でビジネスや投資などいつも勉強させていただいております。特に最近の暗号通貨の伸びはすごいですねっていうふうに、すごく丁寧に始まってるじゃないですか。以前のメールっていうのはちょっと出しませんけども、罵詈雑言の限りだったんですよね。で、今回はね、なんか穏やかなんですよ。で、久保さんの言っていた通りになりましたね。当時は不理解ですみませんでしたと、ちょっとだけこういうふうにごめんなさいって書いてます。それでちょっと中略を設けさせていただいて文章を続きます。ところで以前久保さんに一時お預けしたビットコインですが、そろそろ買い取りたいと思います。で、どれだけ預けたというふうに言ってるかっていうと、ここにね、なんとかなんとかなんとか BTC だったと思いますって書いてるんですよ。で、いろいろとお世話になっていますので、当時の価格の 1.5 倍でいいですよ。これね、当時の価格の 1.5 倍でいいですよって恩着せがましく書いてますよね。ちょっと後で説明します。また速稼塾にも入らせていただきます。今でも頭金だけでよろしかったでしょうか。では返信お待ちしております。よろしくお願いします。久保さん、本当にありがとうございましたというふうに書いてますよね。一見丁寧なこのメールですけども、前回どういう形でね、この方が私に向かってきたかというと、これ2017年の頃だったんですけども、私暗号通貨のね、情報発信をかなり多くしてました。 A だとビットコイン中心にだったんですけども、その動画は今でも無数に残っておりますけども、その中でですね、2017年の10月ぐらいにこの方は私の動画を見て連絡してくださったんですよ。その時も半年ぐらい私の動画を見てくださっていたというふうな振り込みでした。で、ビットコインはこれから本当に値上がりするんでしょうかとかね、ビットコインは本当に1000万円いくんでしょうかとか、なんかビットコインのことね、えらいね、細かく聞いてきてたんですよ。で、私はビットコインは値上がりしますよと、それは今日明日になるのか10年後100年後になるのか分かりませんけども、1000万どころか1億に向かっていくんじゃないですかというふうなことをね、メールで返信したんですよ。そしたらね、やっぱその方がビットコインをどうしても買いたいっていうんで、買い方を教えてあげたんですよね。コインチェックに口座開いてみたいなことだったと思いますけども、そんな形でですね、ビットコインを、いくつか買ったらしいんですよ。で、それ購入したのがね、結局ね、11月の末ぐらいだったんですよね。で、12月になるかならないかって時だったんで、200万円は行ってなかったと思うんですけども、200万円弱だったと思うんですよ。200万円ってことにしましょうか、今回。で、200万円で、買いました、ビットコインを。で、その後ね、ご存知のように2017年の末から年明けにかけてビットコインがドーンと値段が下がるわけですよ。その時にね、相当文句言ってきて、久保さんは私を騙してね、ビットコインを無理やり買わしたとかね、私の200万円は実は人から借りて買ったもんなんでどうしてくれるみたいなこと言ったんですよね。で、私は余剰資金で買いましょうと、 0.1 でも 0.01 でもビットコインは買えますからってことを散々パリ言ったんですけども、その方はいくら買ったのか当時言わなかったんですよ。でも借金をして買ったってことね、えらい言ってたのと、あとは私は一時的なビットコインの値下がりあっても、どうせ値段上がるだろうなと思ってたんで、いろいろとね、めんどくさかったんで、じゃあ分かりましたと。ビットコイン買い取りますよと。いくらですかっていうふうにお話したら、自分が買った値段で買ってくれって言うんですよ。当時だから、その時暴落して100万円を切ってたと思いますけども、200万円で買ってくれって言うわけですよね。えらい勝手なこと言う人だなと思ったんですけども、どうせ値段ね、500万なり1000万に上がるし、そんなすぐお金もいらないんで、で、分かりましたと、後から返せって言わないでくださいよっていうことを念入りに申し上げて、ビットコインのやり取りをしたんですよ。その時はね、私も余計なお金使ったかなと思ったんですけども、なんせね、しつこかったんでね、その時はそういう気持ちだったんですよ。余剰資金もありましたしね、結構ね。で、ビットコインをいくつかその方から買いましたね。当時のその人が高値掴みをした価格で買いましたよ。で、それから数年してですよ、今回のメールが来たのは。あの時、無理に私に買い取らしたくせに、お預けしていたというね、触れ込みで、当時の 1.5 倍の価格、だから300万円ぐらいで、1ビットあたりね、買い取りますよってことを言い始めたんですよね。じゃあ待てと。何を言ってるんだと。無理やり買い取らしておいてね、散々パラその時は100万円を切ったような価格のところで、200万円で買い取らしておいてね、それはないだろうと。私思うわけなんで、ちょっと返信は、しませんけど、この動画持ってにしますけども、これどう思います、投資ってのは瞬間瞬間で捉えていくと、本当にね、短期的に捉えていると大きく利益取れたり大きく損失が出たりするわけですよ。でもやっぱりある一定期間は
余裕を持って見ていかないといけないと思うんですよね。で、そういうことも理解できない人はもうね、買わないでくれ、投資に来ないでくれって話なんですよ。で、しかも余剰資金でやるんではなくて借金してやるとかね。で、損するのが、まあ、リスクがあるのが前提なのに、損したら相談に乗ってくれた人のせいにするみたいなね。私はそのコインチェックでの買い方まで教えてあげてね、自分の時間で。で、熟成でもないわけですよ。その時、速稼塾に入りませんか、そんなこと言ってないですからね。その方は、速稼塾がどういうもんですかって聞きながらも、そのビットコインを借金してまで買うお金はあったのに、別に速稼塾に入る入らないとか全く言わなかったんですよね。まあ、私も勧めなかったですけどね。まあ、質問が来たら答えたみたいな感じだったんですけども、それは今になってね、恩着せがましくね、1.5 倍で買い取りますみたいなこと言ったり、速稼塾も頭金だけで入れるんですかとかね、絶対波紋ですよ、こういうのはね。うん、で、こういうのはね、実はね、エイダの方でもあったんですよ。2017年のその半ばぐらいに、エイダをね、買い増してる人がいてね、私の動画を見て、エイダに自信を持って買いましたらしいんですよ。それが全然値段が上がらないと。2018年の年明けには、もう値段が下がっていたと。どうしてくれんだみたいなことがあってね。で、その人もエイダを買い取るみたいなこと言ったんですけど、さすがに買い取らなかったですね。持っていた方が絶対いいですよって話したんですよ。で、絶対買い取らない、心を鬼にしてね、エイダはその時やっぱりね、5円とかの金額になっちゃってましたけども、困難すぐにね、10円だの100円だのに行くから、まあ3年待ってろみたいなね、ことをお話したら、3年は待てないって言うんですよ。もう来月の支払いがないみたいなこと言うんですよ。だからそういう余剰資金がない状態で買うなってことだったんですけども、その方はね、そのまま悪態をつきながら私から離れてきましたよ、うん、それで昨年だったかな、2020年の秋ぐらいに久しぶりに連絡を下すって、当時は申し訳ありませんでしたと、今おかげさまでエイダの方はなんか回復してきてるみたいですし、あの時ね、無理に久保さんに買い取れって言ったけども、結果久保さんが買い取らないって言ってくれたことが私の、人生を助けてくれましたみたいなこと言ったんですよね。ただその方は復元フレーズをなくしてたんですよ。だから復元フレーズをなくしたんだけど、どうすればいいでしょうかっていう悩み相談に変わってきたんですよね。そりゃそうですよね。エイダをその時持ってたら、なんか何千万とかなってるわけですから。復元フレーズがなかったりとかね、暴落したから久保さん買い取るみたいなこと言ったりとかね。いや、だからね、こういうスタンスの人が、やっぱり投資の世界に入ってるっていう現実もあるんですよ。大抵の人はこういう人たちは全敗ですよ、やっぱり、うん、だからきちんとね、自分が何をしてるのかとか、誰と契約してるのかとか、誰かが言ったから買った売ったではなくて、自分の判断で買った売ったっていうことなんですよね。自分の判断ができない人はすでにもうね、やるべきではないですよね、こういうのはね、うん、で、無理してやるもんでもないんですよ。お金が欲しかったらアルバイトをすればいいわけですよ。それで足りなかったら、やっぱり勉強してビジネスを覚えていく、そのビジネスで余剰資金が生まれたら初めて投資の世界に入ってくればいい話なんですよね。これもね、口酸っぱく言うほど言っていたんですけども、っていうか普段の動画でも言ってますよね。もっと言ったら、私がこれ言わなければならないことなんですかね。そんなの当たり前に自覚して社会に出るもんだと思うんですけど、皆さんどう思われます？ということで、今回の動画は以上でございます。私は一体詐欺師だったんでしょうか、それとも単なるお人よしだったんでしょうか、それはもうね、受け取り側の気持ち一つでございます。それでは、いってらっしゃい。